QOL サービス出版の助け創刊号に掲載されている四つ葉のクローバーの作り方です。コピーした型紙と緑色の色画用紙を用意します。四つ葉のクローバーの型紙を切り取り、辺の長さが型紙の2倍の正方形を6つ作ります。残った画用紙は花の茎に使うので取っておきましょう。正方形の画用紙をまず三角形に折ります。一度開いてから四角く折ります。この斜めの線が来ているところ、ここに型紙の中心を合わせます。そうすると切った時にバラバラになることがありません。空いているところをホッチキスで留めたら、中心に近いところを少しだけ切ります。それから周りの線に沿って切り取ります。真ん中にもう一度折り目をつけてから開くと、四つ葉のクローバーの形ができます。模様は白のクレヨンで描きます。ハート型に描く方法と点々を描く方法があります。お好きな方で描いてください。これをたくさん作っておき、三つ葉や花と組み合わせて飾りましょう。